い意味では最近の方がみんなレベルが上がってる気がします。そうなってたらパチンって蛍光灯が割れちゃって、向き合うそのかける思いみたいなのはすごい強かったかな。はい、ということで始まりました、声優エンタメチャンネル、司会の小田敏光です。ということで毎回、素敵なゲストの方にですね、いろいろ声優にまつわるお話聞かせていただいてるんですが、今回のゲストも、はい、引き続きケンプロダクション代表の内海健太郎さんです。よろしくお願いします。おいろんなお話もここでも随分と聞かせていただいてるんですが、今回もちょっとまた、はい、いろいろとご質問等させていただきたいと思いますので、はい、もうどんどん切りください、いろんなことを、はい、よろしくお願いしたいと思います、はいはい、今回はですね、もうトークテーマこれも先に発表させていただきますと、キンプロダクション代表内海さんに聞いてみた声優オーディションについての第2弾。まずざっくばらんに聞いていくとですね、はい、なんか今まで印象に残ったオーディションってありましたみたいな。そうですね、まあ、結構さかのぼるとですけど、はい、海田優子っていうのがいるんですけど、はい、やっぱ彼女の専門学校、海田専門学校の学内オーディションに呼ばれていって、はいはい、まあ、その教員の方々からもぜひ、まあ、海田をというふうにやっぱ言われてたんで、まあ、どんな人なんだろうと思って、まあ、実際こう入ってきた時にはあら素敵とまあ、もちろん容姿もそうですけど、はい、やっぱ声がねやっぱすごい魅力的だったんですよね、うん、でやっぱり5人1組でやるんですけど、はい、やっぱ抜群になんかこの表現していたかなっていうふうには思ったんで、それは未だに印象には残ってますね。あ、じゃあ結構もうずっと、はい、っずっともう20今何年もやってるんですけど、そうですよね、聞かれるとやっぱその20年前のその海田さんのはとても印象深かったですね。やっぱりそういうのってあるんですね。 ありますね、うん、あと面白かったのは、はいはい、それは何年か前か忘れちゃいましたけど、なんか自己 PR でこうなんか盾をやりますって言って、あ、盾アクションですね、この、はい、市内みたいなの持ってたんですよね。お、実際持ってらっしゃる、持ってきてやる、お、はいはい、でじゃあやりますって、結構天井低かったんですけどこんななってたらバチンって蛍光灯が割れちゃって、それでもうそのままちょっとストップストップって、あ、ですよね、っていうのはちょっとこうアクシデントとしては覚えてますし、まあ、その人は落ちちゃいましたけどね。あ、まあ、でも怪我とかはなかった、怪我とかなくね、あれよかったですね、まあ、びっくりしたのと、あとやっぱこれは彼女の名誉もあるしなと思いながらも、でも面白かったのは、はい、18歳で札幌から出てきて、はいはいはい、初めての東京 で、うん、でオーディションどうしてもケンプロ張りたいって言って、うん、で全部終わった後に僕の前でこう土下座して、なんか東京の保護者になってくださいって言われてすごい、で18歳ですから、はいはいはい、高校生でしょ、いやそんなこと、いやいやちょっとやめてくださいって言いましたけど、あ、はいはい、まあ、でもその彼女も無事にこう残ってですね、今も結構バリバリ仕事してますけど、うん、そうなんですね、まあ、ある意味東京の保護者として僕も面倒きて見てきましたけどもね、すごいですねいやでも、あ、よかった、あのね時の印象ってすごく大きかったんで、あ、この子ももうこんな年になったのかなんて思いながら、うん、まあ、でも印象に残ったオーディションっていうか、確かにそれは、いやそれはそうかもしれないですねいやでもやっぱりでもそ役者側からするとそこまでして、うん、土下座してでもってなるとやっぱり勇気はいると思うんで、うん、よっぽどだったんだと思います、うん、まあ、もうかけるここにかけるなんか思いがすごくポーズじゃできないですもん、あったのかもしれないですね。まあでもね他の子たちもいろんななんか細かく覚えてますけど、まあ、うんうん、でもやっぱあれですね、受ける側の方って、はい、オーディションの時に言われたこととか、はい、どんなことをしてたかってすごく覚えてるみたいですね。めちゃくちゃね、そうですよね。でも僕らにしてみたら一日中やってる中のね何分ですけど、その受けてる人にとってはその何分がね一生全てですもんねそうイベントですからね。本当はあんまり余計なことも言えないしね。でもやっぱそういう気はちょっと使われますよね。こうやってずっとやってるのもね大変ですから使いますよねでも気持ちはやっぱり分かるというか、うん、感じですよね、うん、ちょっとそういう関連した話になってくるんですけど、はい、所属されてるタレントさんたち、うん、関わりというか普段お付き合いっていうのは普通にあったりって感じなんですか。いやもうめちゃくちゃある方ですよ、うん、うんうんうん、なんか僕の中ではまあ、もともとケンプロって、まあ、家業というか、はい、まあ、ファミリーじゃないですか、はい、父がいて母がいて、あ、はいはい、で僕が入って、確
かに、うん、まあ言ったら内見商店なんですよね、うんうんうんまあ、それがどんどん大きくなって株式会社でやってますけど、でもやっぱなんかその当時からのその雰囲気というか、やっぱファミリー感っていうかアットホームな部分っていうのはやっぱ残っては今もいるので、はい、そういった部分で役者さんと、まあ、僕も含めて、まあ、スタッフとの関わり方っていうのは、とても深いというふうに思いますね。ああ、うん、いいですね。例えば仕事の話でもオーディションが誰なりのアニメの何作品の受かりましたって電話を、まあ、デスクが取って、はいはい、で切った後にそこにいるスタッフでみんな何々君受かったよってやったーっていうような、そんな感じなんですか、すげえ素敵です、ね、でみんな電話して受かったぞなんつって、はい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 、うん、だからなんかそういったところではちょっとこうファミリー感っていうか、うん、すごいそんな感じが、はい、ありますね。なるほどですね、分かりました。じゃあ例えばこういうオーディションに来られた方がもちろん緊張もされてると思うんですけど、うん、あんまり気を使われすぎるのもちょっと辛いっちゃ辛いみたいなところはあるんですか。まあでも緊張はしますもんね。だって僕今客観的にじゃあこんなちょっと色黒でなんかさね、こういう色の付きの眼鏡かけてこうやって見せたらちょっとやっぱり緊張しますよね。多少の威圧感はあるかもしれないです、うん、まあでもなんか僕緊張するメカニズムってあると思うんですけど、はいはい、なんかやっぱり準備がすごくできてると緊張しないのかなって思っちゃうんですよね。準備というかまあ運動に例えてもそのこんだけ練習したの、うんうん、早く試合やりたいって思うじゃないですか、試したい、そういうことです。でもやっぱりちょっと不安が残って緊張するっていうのはそこがやっぱどっかでああこうまだしてないしとかっていうふうなことがどん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 上がると出てきちゃうのかなって思うので、だからまあ僕は最初にお会いした時にもう本当に気楽にやっていこうよって言うは言うんですよ、うん、だからもうで緊張してできないって一番もったいないからって話をして、そうですね、やっぱね受かんなかったら死ぬわけじゃないんだからみたいなまあ、まあ、もうそうですし、だからやっぱなるべくこのこうリラックスさせるように持っていくことは多いかなと思いますね、うん、まあそれでも緊張しちゃうのはしょうがないですけどね、うん、しない人はいないと思うんで、ね、まあでも本当にもしね見られてる方でケンプロを着ようかなって思ってる人はもう本当にもう最初からこんなんですから、ね、よく分かって、ね、リラックスしてできると思いますよ。まあ、俗に言うこの今と昔なんて言い方をしますとですね、うん、オーディションやってらっしゃってて違いというんですか、うん、その受ける方にもそうですし、なんかそういうのを感じられる時ってあります？いい意味では、はい、最近の方がみんなレベルが上がって出る気がします。技術的な部分もね、うん、やっぱり読ませても本当にうまいなという人が多いですし、うんうんうん、まあただやっぱりこの選択肢としてまあもちろん弊社だけじゃなくていろんな事務所もあるし、はい、まあ、やっぱ今の時代って声優って結構簡単になれると思うんですよね。あ、うん、簡単になれるっていう、なれちゃう、どっか入れちゃいますもん、うんうん、あ、そういう意味ですね。事務所に、うん、事務所に入るというつまり声優になるという意味がそういうことであれば、うん、そうだからもう弊社はそのスクールに入所するためのオーディションですけど、はい、他はもうすぐ預かりになりますよとか、あ、そうですね、所属になりますよってところもあるし、前はもっともっと少なかったし、はい、もう養成所入って事務所に入ってっていう、うん、なんかその段階がきちんとあったし、ありましたね。なんかこうさっきの土下座の子じゃないですけど、はい、なんかすごく向き合うそのかける思いみたいのは、うん、なんかすごく強かったかなっていう印象はあります。あ、それはその昔、昔という意味で、うん、あ、だからオーディション1日何百人も見て、まあ、結構疲れるんですけど、まあ、そりゃそうです、疲れ方が違うんですよね。あ、前は、うわーってすごいパワーだから、うん、もう吸い取られてもうこういう状態。あ、そういうことですね。最近はそこまでなりたいのかなっていうような子たちも多いと感じられる、こっちがこうどうなのみたいな、あ、そのなんか疲れ方の違いっていうのがちょっと肌で感じるなっていうふうには思いますけど、まあ、ただそれが一概にいい悪いっていうわけじゃないとは思いますけど、今声優やりたいと思ってる子たちが、はい、じゃあ本当にこれで一生やっていくのかどうかっていうことでも今ない気がして、はい、一生やりたいからやれっていうことじゃ僕は全然ないと思うし、うんうん、今まさに興味があるからやってみようって全然いいと思うんですよ、うんうん、はい、でもやってみてダメだったら他のことやろうとか、
多分そのサイクルがどんどん早くなってる気がして、はいはい、昔はもう生涯現役でずっと役者でやっていくんだって思いがあるから多分そのやっぱ圧だったりとか強さがあったかもしれないですけど、うん、今の、ね、若い人っていうか今の若い人って言い方はすごい嫌いなんですけどそういう世代として、はい、やっぱりそのとりあえず今興味があることでチャレンジしてみようって僕は全然いいと思います、うんうん、だからその中にあのセンスがあったりなんか感性が良かったりっていう人は多分残っていくだろうし、うんうん、まあもちろんこの状況というかその20歳21ぐらいでも、はい、もう絶対にこれ田舎から出てきたし声優やってやるんだって思いも絶対大事な人、うん、大事な部分は大事ありますけど、でもそういう子たちだけじゃないっていう感じがするんで、うん、20何年業界にいますけど、はい、もうその中でもすごく大きく変わっているしこの先もどんどん変わっていくとは思うんですよね、うんうん、でも僕若い頃に嫌いだったのが、はい、俺の若い頃はな俺の時代はなとか俺の方法だったんだからこうしろって言われると、はいはい、もうずっとこうだったの何言ってんだよってねだからそのなんかこう解雇主義じゃないですけど、はい、うん、やっぱそこって違うんじゃないって思うし今自分が46歳になってみて二十歳のこと全然違うじゃないですか考え方も、はいはい、でも二十歳の子が考えてる子ってすごく僕は気になるしそれに対して温故知新で僕ら あの作ってきたものをいかにこう活かせるかどうかっていう部分だし、うんうん、これからね背負っていくのは若い人たちだと思うんで、はい、なるべくそこは業界のこう発展とこう続けていくためにもね、うんうん、僕らの中間層がうまく若い人と、うんうん、これから一緒に組んで、うん、盛り上げていきたいなっていうふうに思いますし、はい、あめちゃくちゃ大事です、うん昔はこうだったんだからっていうのじゃなくて昔はこうだったんだけど、まあ、こういうのも取り入れてみようよっていうふうな、はい、だからそのさっきのオーディションの話も、まあ、今の時代の方はこういうスタイルなんだというところで、うん、じゃあなんかこの中からどういうふうに選んでいこうかっていう話なので、うんうん、悪いっていう話では全くないです、はいはい、質の違いというか、うんそうですね、傾向が違ってるっていうところでね、はいはい、魅力が変わらないっていう部分はもちろんあるわけですもんね、うん、ただ僕なんかもあのなんか他にやっとけばって言いますよ所属してる人にも、はい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 、なんかちょっと副業でねねあのいろんなことやって、うん、いや言っても声優でずっと食って食って大変ですから、ね、本当に、うん、どっかでこういろんなことができれば、ねはい、いいですしうちの所属の人でもまあ、声優をやりながらボルダリングジムの経営者とか、うん、声優やりながらプロ麻雀師やったりとか、はいはいはい、なんかいろんな人がいてすごく面白いですし、うん、あ確かに、うん、またそれが声優に生きるというか生かされることも絶対、ね、すごい大事なことで、はい、本当のマルチ化していくっていうのはすごい面白いことだと思いますよね、うんうん、すごい分かる気がしますが、はい、いろいろちょっと質問なんかも、はい、やっぱりオーディションを受けるにあたってルックスやら年齢やらって気になるんですがどうですかみたいなところあるんですがなるほど僕言ったんですけどいい声ってただのそういう声ただいい声って一概にはいないじゃないですかありますねこういう声、はい、いい声ってあるし、はい、まあでも容姿は、はいまあ、それはね、うんうん、容姿が大事な仕事もありますそういうことですかね、うんうん、じゃあ歌ったりとか、はい、踊ったり、うん、テレビに出たり、うん、っていう、まあ、ニコ生やったりいろんなあの映像の仕事も結構増えてきたんで、はいある意味そっちのジャンルでは必要な部分もあると思います、うんうんうん、片やあの全く自分の顔を出ずにもうあの声だけで勝負している人たちもたくさんいますし、はいうん、だからまあそこは別に容姿や良いに越したこともないっていうことは絶対ありますけども、うんはいまあ、それが絶対条件ではないっていうことですかね、うんうんうんだから結構見てる方で語弊があるかなと思うのはルックスがないとダメですかはちょっと違うというか、うん、そうですねそれがあるならそれを活かせる仕事もあるしっていう考え方というか、うんうんうんはい、そこなんですよね、はい、すごくおっしゃってることは分かりますが、うん、でもねあのなんか見た目ってなんか別に顔のデザインの良し悪しじゃなくて、はい、なんていうんですかね雰囲気なんであまた表情や愛嬌なんていうのもありますしねそう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 だからうん何回か前に言いましたけど、まあ、客観的に自分を見ていればその自分がどういう服を着れば似合うかとかどういうメイクをすればよく見せられるかっていうところも含めての容姿って絶対あると思うし、はい、分かります年齢って年齢どうなんですかね、
弊社の話で言うと、受験資格の年齢制限ないんですよ。あ、なしなんですか。そうなんですよ、うん、だからすごいですね。本当に60歳とか受けてくる場合もあるし、はい、息子も娘も成人して親元離れたし、はいはい、で定年したし、うん、やってみたいことやりたいんですみたいな素敵方も受けてきたりしてましたし、はいはいはい、まあ本当30代でバリバリのじゃあ仕事してる人で、うん、例えば弁護士やってますって、うんうん、弁護士月金やってるんだけど、まあ、土曜日日曜日で声優学校通うとか、すごい、なんかうちの人でもいます、東大出て大学院まで行って、はい、で本当に大手企業に就職したけど、もちろん収入もあるし、うん、まあ仕事もやりがあるけど、でも実際やりたかったことってと思って脱サラして出てきたりとか、はい、なんかそれってある意味こっちとしては面白いんですよね、うん、いろんな人がいてっていう部分で、だから年齢制限あえて設けないっていうのはそこにもあるし、うん、まあ、30、40で始めたってある役ってあるんですよね。例えば今吹き替えの仕事だったりすると、はい、まあ、いろんな役が出てきて吹け役なんかは実年齢の方がやった方が説得力があるし、それはもう絶対そうだと思います。でもジュニアと言われるそのまだキャリアがね、まだ若い方、キャリアのない低料金で出演できるような人の中には、はい、やっぱり20代がほとんどだし、うん、時に40代で始めてそれこそ遅れてきた新人で入れば、うん、ちょっとこう重宝されたりもするし、はい、これからじゃあどうしても声優アイドルになりたいですなんて言ったら、はい、まあ、それ確かね年齢は、うん、あるし、オーディション自体がもう22歳までみたいなのもありますし、あ、はい、うん、その時には年齢詐称してもね、受けさせるかって言ったらそこまではしないかなって思いますので、今ではいないですけど自分より上の生徒とか、はい、前も何人もいましたし、あ、そっか、うん、自分の実年齢より上の生徒で入ってこられるっていうこともありえるんですもんね、はいはい、あ、でも素敵だなと思いました。年齢制限って結構やっぱり儲けてるとこ多いと思うので、分かりました、なんてお話ししてるとあっという間にお時間ということになるんです。おで、ちょっと最後にですけども、はい、せっかくなので、はい、例えばケンプロさんの、はい、まあ、今後といいますか、今後活動なんか、なるほど、まあ、現時点でももちろん構いません、何かございましたら、はい、そうですね、実際今37年やってるんですけど、はい、まあ、これから40周年迎えるし、まあ、自分自身ももう46でもう7か、もうすぐ50になる、はい、時に、まあ、やっぱりいろんなことに、まあ、チャレンジはし続けたいなっていうふうには思います、はい、うん、まだまだこう枠を超えていくというか、はいはい、ただ地に足つけて地道に仕事をすることをもちろん大事にしながら、はい、その中でできること、うん、例えば4年前に、まあ、ケンプロックっていうその音楽のイベントをやったんですけど、あ、はい、まあ、あれも、まあ、うちの中には歌を歌う、まあ、アーティスト活動してる人も結構多かったもんで、はい、ちょっとやってみようよ、他の事務所でやってないでしょこんなことっていうところから始まったんですよ、うん、で、まあ、実際はお客さんも、入っていただいて、まあ、成功したのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、今後はまたちょっと音楽は音楽でもそうですし、まあ、いろんな自分のちょっとこうジャストアイデアの中で、はい、あ、これとかあれとかってそういう発想だけはちょっと絶やさずに出していって、それをいかに実現してマネタイズしてビジネスにするかっていうような、はいはい、ことができればいいかなっていうふうには思うし、はい、でも何よりの夢はやっぱり一度関わったそのケンプロのファミリーとしての皆さんの仕事をやっぱ全員が全員これで食べていけるように、やっぱこちらとしても頑張って営業して斡旋できることがやっぱ難しいけど、はい、まあ夢ですね。あ、だそのためにはもう僕らスタッフはね、やっぱたくさんこうネットワークを広げて、うん、いろんな仕事をやっぱこう開拓して、はい、うん、で役者さんにやってもらってっていうところですかね、うん、まあでも本当さっき言ったようにいろんなことにチャレンジはしていきたいっていうふうには思ってます。わかりました、はい、ありがとうございました。声優エンタメチャンネルでは皆さんのコメントをどしどし募集しておりますと、声優のここが知りたいなどなど気になっていることなどございましたら、ぜひコメント欄の方にですね引き続きどんどん、いただけるとありがたいなと思っておりますし、そしてチャンネル登録も随時募集しておりますので、もしよろしければですね、はい、しっかり登録の方お願いさせていただきたいと思います。こんな形で
今回もこの締めで終わらせていただきたいと思うんですが、いろいろこうちょっと変えようと思うんですけどね、やっぱどうも変えられないですねこれはね、読み方も含めて。逆にその時もありがとうございます、ね、本当に。はい、じゃあちょっと、うん、思いを込めます。じゃあ、はい、あ、分かりました。それではお願いします。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル。はい、ということで宇都宮健太郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。音を立てないように立ってね、音を立てないようにヘッドホンを取って、音を立てないようにヘッドホンをつけて、年収3万円ですよ、月収じゃないですよ。